はい、ということで、はい、まなぶ18号です。今日のね、試合が、中止になってしまいました。中止になったな。中止ですよ、ほんま。せっかく来たのにな。膝頑張って。ここから。これいけるんじゃん。6です。6、5、4とかやったら OK。はい、5、4でも大丈夫です。これいけるわ。5でもいい。6。あ、師匠でございます。師匠が、はい、足下投げでギリやないか。8、頼む。行ったけど、やった行ったけど下投げて、うわ負けたし。こっから選べるんよ。これは何ですか？T シャツ。あとトートバッグ、帽子もある。あ、帽子もあるんですか。そう。野球盤、阪神の野球盤ミニな。T シャツいいですかね。うん、T シャツいいや。はい、もう一回よろしくか。いきなりびっくりした。ビティファン。そう。で、俺が C 賞。こん中だけ。エゴシのピンバッジにしときますわ。くそ悔しい。ずっと言うんやろ。兄さん、あの時僕 A 賞でしたけどね。ずっと言うんやろ。フラワー投げ。ああ、あった。消せ今すぐこの動画。師匠っす。ああ師匠。はい、行きまーす。ああ、くそ。はい、終わり。はい、1点。たった1点。たった1点。はいはい、もう1点。師匠になります。師匠。ありがたく思う、師匠でも。リストバンドある。え、いいんですかこれ。あ、これも師匠。はい、これも師匠。耳かきも師匠。耳かき。こっちも師匠。梅ちゃんの。あ。めちゃめちゃこれあんま岩佐選手見てほしくないな。これにしようっと。トラッキーちゃんね。トラッキーちゃんにします。歴代ユニフォーム。何これ。開けよう。レゴ風のなんか人形当たりました。イエーイ。喜んでます。めちゃくちゃ嬉しいよ。めちゃくちゃ嬉しい。顔全然笑ってないです。イエーイ。あと何枚。あと8枚。8枚。たら、はい、よいしょ。ああ、上がった。奥の上がった。一番奥の上がった。あれか。だいぶ重かったね、これ。おお。だいぶ重さ感じましたよ。あ、内輪が見えた。内輪見えた。見えました。グッティも重そうなのな。あ、重さまだ。当たりです。当たり、早っ。当たり。あ、ほんまや。当たった。やった。また A 賞。おお。ちょっと。ありがとうございます。僕 A 賞当たりました。扇風機みたいな当たりました。俺が扇風機当てました。僕だよ。グッティは岩佐田さんのキーホルダーとうちは。いきますよ。はい、取れない。あ、全然取れてない。ありがとうございました。何回。あ、2枚だ。あ、めっちゃ取れた。あ、めっちゃ取れました。スマホリング聞いた。ありがとう。あ、かわいいこれ。とりあえずね、今日当てたやつ、まずエゴス選手のこのユニフォーム型バッジ、このね、ユニフォームのやつ、トラッキーのリストバンドと、あー、よかった、ウサギが好きの T シャツ。よかったやん。ウサギが好きのやつ。うちわと岩佐田選手。2つ。本当ちょっと岩佐田選手頑張ってくださいよ。グッズが結構ありました。岩佐投手いつ帰ってくるんや。皆さん見てください。当てましたよ、この扇風機。俺がって言いました。俺がって言ってました。あと、キータのスマホリングがね、はい、当たりました。これちょっと忘れてました。あとね、皆さんにちょっとね、報告があります。すごいグッズを。何？すごいグッズを手に入れました。すごいグッズ。ちょっと見てもらってもいいですか。何です？誰かのタオル。ちらついに皆さん、はい、出ましたよ。セクシータイム。セクシータイム。ソラーテソラーテタオル出ました。出た。皆さんこれをぜひとも買ってね、ナルオ浜に応援行きましょう。はい、ということでね、面白グッズの紹介でした。それでは皆さん、あとですね、はい、まだありました。今日発売のこのシークレットビジョンタオル、オーロラビジョンに映る選手の、映像をタオルにしたやつ、そのシークレット、はい、今から開けたいと思いますね。ということで、ちょっと持っててもらえるか。はい、その役やったんです。 C 賞やろう。ちょっと持ってて。 C 賞 A2 回取ったから僕。
北条選手当たりました。続いて、もう一枚いきたいと思います。じゃーん、北条当たってません。北条か、毎度も北条か。まあいいんやけどね、今日中止になりましたけども、縁日だけでもね、楽しめたのよかったです。はい、ということで帰りましょう。今週ねずっとね、雨が続くんで、心配ですけども、貸せ俺のやつ。それでは皆さん、さよなら。僕だからね。